演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちらもろこし渡ろうというものを食べてみたいと思います。あのキャベツ太郎の親戚なのかな。開けてみますね。中身はこんな感じですね。確かに輪っかはありますが、トウモロコシの香りはしないですね。ではいただきます。肝心からめのトウモロコシがお菓子自体はサクサクとした食感で、ちょっとうまい棒を小切れにしたような感じで美味しくいただきたんですが、肝心のトウモロコシはどこ行っちゃったんだろうというぐらい味がしなくて、トウモロコシを求めていく食べるとちょっとかなと思ってしまいましたのが残念でした。というわけでこちらの点数の持ち上げもうちょっとお持ちしてほしいな。ではゆうがちや死と向き合うとひととき夕立ちのひととき、それもまた。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。